政権の鍵がないとニーロー7万いかない。まあ、いかないね。今、ニーロー、あ、ニーロー HP ぶっぱで使うから、基本的には。HP パーセンテージで。あのね、私結構解説動画は初心者の人のことを考えて結構て、結構初心者向けにやってるからね。生物とか分かりやすさ優先にしてるから。何？生物のニーローの解説動画で、HP パーセンテージを押して、まあ、一番 HP パーが伸びてる花羽時計杯冠つけてくださいっていう、まあ、めっちゃ分かりやすくしたけど、まあ、どうなんだろう。洗顔2セットがおすすめですよって言わなかった。別にキメラでもいいですよっていう言い方をしたのは、まあ、正直言って初心者に洗顔秘境ってあんまおすすめじゃないと思ってるから、洗顔秘境ってあるじゃん、今。あ、でも今、セイバコで回せるっけ、洗顔。あ、無理だよな。まだセイバコ無理だよな。いけたっけ。バージョン1.5 度で追加された生物だけど、無理だよな、洗顔の交換。そうそうそう。まあ、洗顔生物自体は、まあ、結構強くて、まあ、フィッシュル、クキシノブ、チョーリ先生、アルベドあたりが使えるかな。なんやけど、まあ、ないよね。まだ無理だよね。そう、聖箱がなくてね。で、この蒼白が別にいらないからさ、強くないんだよ、蒼白別に。血染めって効果一緒だし、4セットは、4セットの効果の割にはあんま強くないから。で、蒼白が強くなくて、まあ、洗顔は優秀だけど。あんま初心者の人にね、この秘境回ってほしくないんですよ。洗顔秘境、初心者にあんま回ってほしくないなっていう意味も込めて、洗顔2セットがおすすめですみたいな風に言わないで、まあ、HP パー伸びてるやつ5つつけてね。で、洗顔は、まあ、揃うんだったら揃ってもいいけど、キメラで大丈夫ですみたいな。ほんまにね、配慮の塊だよ。言わないようにしてるだけで。そこで、ね、まあ、発動できるなら発動した方がいいけどね。どうだろう？ HP どれくらいいってる？武器が。まあ、黎明の神剣は星1武器と一緒だけど。HP54000 ですね。7万は無理じゃない？めっちゃ頑張って6万いくかいかないかぐらいちゃうか？まあ、水共鳴もありで。聖剣の鍵があれば、余裕で。あ、6万7000だ。だ水元素共鳴も込みで7万とかいくんかな。どうなんだろう。あ、でも私のニーロ7万いってたけどな。あれなんで ?HP。HP。あれ私のニーロ HP7 万2000ぐらいあったんだけど。なんでだ？もしかして、あ、これあれか。聖剣の鍵を装備して 66.2% 上がるけど、ここの 20% が発動してないのか。チーム編成に入れないと 20% 上がんないのかな。まあ、一応私のニーロは、まあ、水共鳴も発動させて、7万2000まで行きますが、まあ、HP7 万2000あったらやばいっすよ、ニーロは。あの、落下回線の庭じゃねえや。この軽やかに舞う衛星の夢とかいうやばすぎるこういうテンプのおかげで。なんぼ ?42×9。だな。7万2000HP があれば、4万2000、3万から上回ってて、42×9 が378か。だから、開花反応のダメージが378%上がるんで。どうなんだ？熟知450ぐらい、チーム全員の熟知が450ぐらい上がってる扱いになるんじゃないかな。うん、やばい。待ってや。貫突フリーナ持ってるんですが、贅沢物目。ファントム綾香はありですか？氷風にリソースを割く余裕がありません。まあ、綾香ファントムは、まあ別にありやが。フリーナと綾香一緒に入れて、あと二人の枠どうする？ヒーラーいるよな。うん、綾香フリーナ。あと二人。まあ、ジン団長とかか。ジンでいいな、確かに。ファントム、綾香フリーナ。まあ、ジン団長で全体回復と、あの、風の拡散できるしね。カズハは、まあ、吸い込めるのがやっぱり一番でかいけど。まあまあ。うん、全然ファントム綾香でもいいと思います。ただ、まあ、綾香の最強パーティーの新格万神組みたいんだったら、やっぱ氷風欲しいかな、うん。とは思いますが、全然。まあ、いっても、綾香が好きなら、君は多分、氷風4を回ることになります、将来。うん、だとは思うわ。パーティーは、綾香新格モナカズハです。武器キャラ貫突の綾香の杯は氷バフじゃなくて攻撃でもありですか？武器貫突、キリギリ貫突ってこと？そしたら確かにキリギリの効果が完全に発動すれば氷ダメージバフ 80% 稼げてるね。でもアタッカーはダメバフ 100% は欲しいんよな。で、ここの氷ダメージバフじゃないってことか。でも綾香は氷ダメージバフほぼ一択だと思うけど。当てていい？ね、80% 氷ダメージバフ。15% 攻撃力パーセント。で、他は知らん。あ、高っ、ま、あ、そう、もう9割か。89.4% なんで。もう9割氷バフですよ。
まあ、武器貫突してたら確かにダメバフ80稼げるし、強風4の2セットで 15% 稼げるし、まあ、彩香はこういうテンプでダメバフちょっとついてるんでね、まあ、100% 超えるんですけど、キリギリは発動条件もあるんで、常に常にダメバフ 80% みたいな、そんなわけにはいかないんでね。うん、やっぱり杯氷バフがあるなら氷バフが欲しいんじゃないかなと思うわ。うん。まあ、なんか時計が元素チャージ効率で、なんか攻撃力が不足しがちだから杯攻撃にしてる、杯攻撃にしてるわとかだったらまだわからないでもないけど。うん。時計も攻撃で、杯も攻撃ね、みたいなのは、ちょっとどうなんだろうな。やっぱり、まあ、使用率 89.4% っていうのは、もうほぼほぼ氷バフ一択っていうのを裏付けてるんで、うん、だいぶ高いっすよ、使用率 89.4% は。氷バフ頑張りましょう。うん、私は彩香の解説動画は、うん、まあ、彩香で武器貫突してる人とか、武器貫突してて、かつ、カズハでどうにかする人なんて、ごく少数だよなと思って、氷バフ一択って動画で言ってます。うん。ですよ。最近、原神始めたんですが、彩香の会心率が全然伸びません。どうしたらいいですか？彩香は会心率伸びなくてよくない？まだ彩香動画でもまとめてるけどさ、強風4セットで、凍結してたら 40% 稼げて、氷共鳴で 15% 稼げて、55% 稼げますよ。うん。55% 稼げるよね、凍結させれば。もうそれだけで会心100いくじゃん。なんなら、星4キャラクターでロサリアを持ってる人。彩香のパーティーにロサリアはね、普通にガチパとして入ってきます。ロサリアどこだ？ロサリア、いた。ロサリア元素爆発でね、ロサリアがバーディクト、元素爆発使ったら、チーム全員の会心率が、まあ、ロサリアの分の 15% 分上がります。まあ、ロサリアが会心率100あれば 15% です。まあ、100まではないことがあるけど、まあ、60% あっても 9% 上がりますからね。まあ、ロサリアと一緒に使ったらもう会心率爆上がりするんで。彩香は会心率低くても問題ないから強いんよな。うん、むしろその分会心ダメージマシマシにできて、会心ダメージのがすごいことになってるから、ちょっと強い。ちょっと氷元素キャラは会心率ズルができるのが、ちょっとずるいよね。うん、29%? 29はさすがにダメだと思う。いや、探索とかで普段使いするんだったら会心率50ぐらいは欲しくない？うん、まあまあ、いいけどさ。うん、さすがに低すぎたらダメだよ。うん、な感じです。世界3位の彩香見てほしいです。ちょっと待って、キリがなくなる、許してくれ。坂方来て、うん。だな。世界3位の彩香マジでやばい。君らが見てすごかったなら見るんやけど。あ、そんな彩香強いん。君らが興味持ってるなら見るわ。うん。なんか、見てもね、ああ、それぐらいの彩香ならいっぱいいるよぐらいの人だったら別に何も興味湧かないんですけど。コメント欄がそんな見ようっていうぐらい強いだな。興味はあるな。うん、世界3位ね。彩香が強いよ。見てってね。彩香、神格、カズハココミ。いいね。神格は安心だね。武器。あ、キリギリ精錬後や。キリギリを精錬後に上げるってことは星座も貫突でしょうね。手物、強風4。ちょっと楽しみ。51.6。 いや、これが目標です。私もファントムハンター今日羽 44.6 44.6 だし、まあ、40超えてる時点でめっちゃいいのよ。しかも原茶ついてますね。彩香は爆発、なるべく80族の爆発分回したいので、うん、原茶も素晴らしい。時計、攻撃時計、あー綺麗。39.7。 いや、美しいな。そう、強風4セットで会心率40上がるし、氷共鳴でね、会心率 15% 上がって 55% 上がるんで、どっちかっていうと、会心ダメージに偏ってる方が嬉しかったりする。いいね。高月、氷バフ。おー、 44.9 ですか。で、原茶もついてますね。え、この彩香、すごそうだぞ。冠。うん、あ、攻撃力多いね。そう。強風4セットで会心めっちゃ上がるし、氷共鳴でも上がるし、彩香で突破して会心なし、武器も会心なし、結構彩香会心余裕あります。で、ちょっと攻撃力もね、あ、2000とかよりももっと欲しくて2200とか彩香あった方がいいんだよ。実際問題、強風で結構どうにでもなるんでね。彩香攻撃冠とかありですからね、強風4で使うとき。うん、で、ちょっと攻撃あった方が綺麗な場合が多いんですけど、これ 22% 稼いでるからね。 44.8 だ。そう、ステータス攻撃力2300とかあるんじゃない。あるね。攻撃力2300あるし、熟知ゼロ、無駄がね。匠は宝を有す。
氷共鳴で15上がって62で、強風4で 20% 上がって凍結で 102% か。で、回心ダメ高くて。まあ、現状は、まあ、もっとあった方がいいのは間違いないんやけども、まあ、うまく爆発回すことさえできれば、例えばカズハに裁縫されるだけでも変わるし、倉庫でもいいしね。うん。めっ、えぐ。これが世界3位か。すごいな。50、40後半。もう40ぐらい。40超え。ここまでいかないと無理なんだな。すごいね。配信鍋290やばいんやな。あ、そう、現茶はも、ま、螺旋で回すなら、現茶は持ってあった方がいいね。まあ、でもそれはもう分かってはると思うし。うん。なんかやりようあるかな。でもカズハにサイフォスぐらいやな。まあまあ、敵がいっぱい出てきたら、それでも元素粒子もらえるしね。どうだろうって感じです。エウルアは通常4で顔が赤くなるのエロい。マジで ?1、2、3。ほんまや、え、顔赤くなってない？エウルは通常4段目で。知らなかったんけど、それ。赤み、顔が赤みかかってるよね。なんでもっとそんな大事なことをもっと早く言わなかったんだ、君は。あー、ジャッジメント。4段目で顔が赤くなる。1、2、3、4。くそ、何背中向けてん。赤いで、じゃ もっとちゃんと取ろう。4段目で顔赤くなってるの気づかんかったわ。1、2、3、4。ここ、いや違う、もっと近くで取らないと分かんない。1、2、3、4。こっこ、いやダメだ。うまく取れで。普通に後ろから4打目までやればいけますよ。後ろから4打目ってどういうこと？あ、こういうこと？ 1、2、3、4。 あ、違うわ。あ、こ、1、2、3、4。あ、そうや、ほんまや。4段目で後ろ向いてくれるんだから、前向いた状態でやればいいんだ。顔赤くね。もっとやれる。1、2、3、4。あー、なんかいい匂いするここ。いいっすね。いや、なんかどう、動きがいちいちなんかちょっと戦場的ですよね。エウルアは動きがいちいちダメだわ。もう、あ、お触り禁止、背中見えちゃうよ。深刻の貫突効果がいまいちわかりません。よければ説明お願いします。気になって夜も眠れません。あ、夜も眠れないのは深刻だな。私最近生活習慣が狂っててね、朝の4時ぐらいに寝て、昼の12時に起きる暮らしが続いてて、ちょっとマジ生活リズムが破壊されてるんだけど、夜眠れないのは辛いよな。わかるわ。メイに従おう。深刻っていうキャラクターは、ちょっと待ってね。バフの回数に制限があるんですよね。じゃあちょっと待って。まあ、なんか、何をすればいい？深刻貫突と相性いいキャラクターって勝利なんだよな。謎だけどね。心得た。深刻は、ちょ、なんでチーム編成装備しねえんだよ、バカ。原神あるある。チーム編成を変えただけで、出撃してないのに変えた気になる。深刻は、一回押しすると、なんかこの氷のふわふわをまといます。で、この状態だと、5回分、氷ダメージが強化される。氷ダメージが発生するような状況。超運の元素スキルでもそうだし、通常攻撃で氷ダメージを出すときもそうなんだけど、その時に、深刻の攻撃力に依存した分だけ氷ダメージが強化されてます。うん。で、5回だけね。実は5回だけなんよ。だから、スキル1回使って、1回、2回、あ、今ので3回、4回、5回ってやったらバフが終わり。言うてえげつないけどね、このバフの数値が。このバフの量がえげつないし、あとカズハと組み合わせても強いのでいい。で、長押しすると、7回ですね。まあ、その分クールタイム長いんですけど。ね、もちろん氷ダメージは何でもいいです。あやかの通常でも、あやかのスキルでも、あやかの爆発でも、氷元素に染まった勝利先生の通常攻撃でもいい。深刻の貫突効果はね、この氷のバフの回数を消費するのが、消費するじゃん。氷ダメージ与えるときに。で、通常攻撃と銃撃のときは、消費しなくなります。要は無限回使える。だから、貫突深刻で、このバフの数値を7回っていう予約して、まあ、超運で氷元素染まるじゃん。で、これで氷元素に染まった槍をぶんぶん回す氷型勝利がある。うーん、で、まあ、
勝利先生ってさ、相性いいのよ、進化のマフと。何手数が早いんだよね。槍のキャラの中では手数が早いから、勝利先生の通常攻撃の5段目ってさ、15.6% の4回だから、このぐる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 、この勝利先生のぐるぐるぐるだけで一気に4回攻撃入って、神格のバフ4回が全部、神格の攻撃力の分だけ4回とも全部バフが乗ってえげつないダメージになります。ただし7回しか乗らなかったんですよ。だから、これで、氷元素に染めて、1回消費、2回消費、3回消費、4回消費、5、6、7、はい、終わり。もう終わりです。ってなってたんだけど、貫突してる神格だと、勝利先生の通常攻撃だとバフの数値使わないから、貫突神格で、通常攻撃を氷に染めた勝利で、もうめっちゃ氷元素ダメージをバカバカに出す方。なに、標榜帝君っていうのかないう方があるけど、まあ私は、神格貫突前提だとは思うけど、まあ面白い方だと思います。すまん、長くなったわ。おじさんが、レンジャーが、森のレンジャーが、君らを、君を倒しに行くからね。これギミックわかんないんだよな、これ。この黄色いの。あ、なんだ、これ。とりあえず活性化させて、ラグサのリン。ポワーン。拾うといいことある的な？これ拾うといいことある的な ?2 個。うん。あ、スタミナ回復！あ！え、めっちゃありがたいじゃん。崖登って回避でスタミナ回復。なるほど。お、お前めっちゃ回復する。回避でめっちゃスタミナ登らせてくれるじゃん。なるほど、そういうことだったのか。なるほどね。何も考えないで原神やってんのがバレちゃった。なんなんだこれっつって適当に拾ってた。これ天才だね。我々にとってありがたいことしかしてくれないな。要は、スタミナ回復があるということは、まあ、頑張って崖登れって言われてるってわけだし、ギミックも忘れてるわけではないな。パークポイント解禁。アヤカとディオナ組ませるのどうですか？めちゃくちゃいいっすよ。ディオナっていうキャラクター結構使われてるんですよ。ねえ。どうだろう？ヒーラーじゃん。ちょっとね、マイク今こっつんしちゃった。大丈夫かな？ディオナっていうキャラクターヒーラーだし、シールド貼れるし、まあ、そこはまあ、一定の需要はまあ元からあって。しかも氷元素キャラクターだから、なんか氷アタッカープラスディオナで氷元素共鳴確定させて、回収率 15% 上がるじゃん。それが一番強い。だから何？アヤカって爆発80でゲロ重いんだけど、ディオナと組み合わせて、ディオナってさ、スキル長押しで、いっぱいなんか氷元素粒子4粒とか5粒とか3粒とか、まあ、ちょっと、何、ばらつきがあるんだけど、作れて、で、その作った氷元素粒子をアヤカに食べさせる動きが強いから、ディオナは割と使われてるね。でもスペック自体は、行く秋とか、おい、アルベーター故障中なんだけど、スペック自体は、ベネットとか行く秋の方が全然上だと思う。なんか、本当に氷元素なのも偉いし、まあ、ヒーラーとしての枠も満たせるし、氷元素の粒子いっぱい作れるし、なんかいろんな便利が積み重なった結果、ディオナが採用されるケースが多いみたいな、こういう認識だね。おい、そう。アイレイと相性が良すぎ、そうね。ディオナはね、基本的に使うんだったら、祭礼の弓一択だね。あ、なんか、動画作ろうかなとは思うけど、この弓矢を持たせて、長押しのスキル当てて、そしたらスキルもう一回リセットするから、また長押しをして、氷元素の粒々をね、まあ平均したら8粒くらい一気に作れるから、それを全部あやかにごっくんさせて、あやかに作った氷元素粒子全部ごっくんさせて、爆発をとにかくぶん回す。その動きが強い。